林口大峡国、林口線の廃線後林口区は台湾に北市の四角区。林口は沿海部の狭い平野部を除いて大部分が山地に属する里である。主要な村落は海抜250メートル以上の林口外地の上に位置する。気象的な特徴として台北盆地の地勢に起因する陶器の霧がある。 最近の記録では2004年から2005年にかけて2ヶ月に渡りきりに覆われた。地質は非常に安定した断層上に位置しており、地震の影響を受けることが少ない地域である。有史前の遺跡として太平村石が見つかっており、古来からの人類の活動の証拠が得られている。1622年以前より原住民の桁がらん、族が骨外社を形成して居住していた。 明朝時代より、低成功政権時代にかけては、北露天強権の管轄化とされたが、交通の便が良くなく肝心の入植は進まなかった。新朝初期より、肝心の台湾北部への入植が進み、大南湾社層、小南湾社層などの集落を形成していった。そして、下境年間には開発は林口まで伸び壁粉な量、水を中子、頭子、5個。 竹かこいこ、新寮などの集落が設置されるに至った。1895年、日本よる統治が始まると、台北県が設置され、林口は淡水市長の管轄下に置かれた。1898年5月2日には、行政改革により、公弁務所の管轄下となった。その後も、行政改編は続き1901年には、弁務所が廃止され、 台北町公市町の管轄となったが、当時の林口は小部落が点在する程度であったが、茶葉栽培を指導する茶葉練習所が設置されるなど、産業振興も実施された。1909年、公市町の元に所が設置され、林口の南西部は、新城市長寿、林口区の管轄に、東北部は、公町、大南湾区の管轄となった。1920年9月、 中を排して、州を設置し、台北州新城郡、林口省と改編され、終戦を迎える。戦後は、林口号と解消され、台北県新城区の管轄となり、1950年8月16日に、区が廃止され、県の直轄となった。当時の林口号は7、村を擁していたが、1950年代初期に13、村に増加し、 1978年3月26日に宝戸村が廃止され12村に2002年2月1日に現在の17村となっている2010年12月25日には台北県が新北市に改編されたことに伴い林口区と改編され現在に至っている文化三素寺と東園基上早雲の林口駅過去に東園駅から 区北西部の林口火力発電所との間に林口線があったが2012年に廃止された三井アウトレットパーク台湾林口ありがとうございます